はい、おはようございます。遠蔵です。11月16日、朝会ならぬ昼会よろしくお願いします。ちょっとパソコンの調子が悪いというか、なんとなくこの、録画のちょっとソフトがいまいちだったんで、ちょっと朝バタバタで、アップできませんでした。申し訳なかったです。で、昨日のおさらいということで、物価は低下ということで、昨晩、PPI と小売の指標出て、まあ、ライブやらさせていただいたんですけど、たくさんの方に見ていただいてありがとうございました。で、CPI、PPI と連日の物価指標、あとは昨日は英国の CPI も出たんですが、まあ、いずれも低下したんですけど、おとといほどのインパクトはなかったというところでしたね。で、先にアメリカの方をやっちゃうと、アメリカの10月の PPI が 0.4 からマイナス 0.5、予想 0.1、前年比は 2.2 から 1.3、これ予想 1.9、コア指数が前月比 0.3 から 0.1、前年比3から 2.9 ということで、いずれも予想を下回る数値だったわけですね。こちらですよね、0.4から、0.5 に低下、コアが 0.3 から 0.1 で、2.2 から 1.3、3から 2.9 ということで、まあこちら予想を下回ったというか、しっかり物価は落ちてましたねということが確認されたわけですよね。で、まあこれはある程度予想通りだったんですが、今度小売売上高、小売の方なんですが、こちらが前月比で 0.9% からマイナスの 0.1%、 予想マイナス 0.3、前年比で 4.05 から 2.48 ということで、まあ、こちら小売がマイナスになっちゃったんですけど、これ予想がマイナス 0.3 なんで、予想ほど悪くなんなかったねっていうところなんですよね。あとはリーテールコントロールグループっていって、これ自動車とかガソリンとか建築資材とか外食とか、まあ、なぜこの組み合わせなのかなって、まあ、自動車ガソリンはちょっとわかるんですけど、まあ、これ GDP の算出にも強いられる項目で、ここが前月比で 0.7 から 0.2% に低下したということで、まあ、こちらも一応プラスだったねっていうところで、むしろ小売は少し予想が事前に悪かった分、それほどでもないねっていう、まあ、そういう感触になったわけですよね。まあ学生ローンの免除がなくなって、ローンを返してる人たちが、返さなくちゃいけなくなったんで、まあ、それで可処分所得が減少するんで、小売減少するんじゃないかって事前に言われてたんですけど、まあ、それほど大きな影響出なかったかなと。まあ、ここら辺が昨日アメリカの長期金利が上昇した原因だったのかなと。あと、ノーマークだったニューヨーク連銀製造業景気指数がマイナス 4.6 から 9.1 ということで、これ予想のマイナス 2.8 よりもかなり良かったというところなんですよね。こちらですね。まあ、なぜかニューヨーク連銀ってエンパイアステートマニュファクチャーリングサーベイって言うんですけど、こんな感じで最近はやっぱりニューヨーク連銀の製造業景気指数ずっと悪いマイナス、まあ要はゼロより下っていうのは製造業の景気が減速してるってことなんでそうだったわけなんですが、昨日はちょっとプラスになったというところで、マイナス 4.6 から 9.1、ただニューオーダーの方はマイナス 4.2 からマイナス 4.9 って減少、むしろ悪化してるんですよね。シップメント出荷に関しては 1.4 から10ということで、まあ、これは良くなったということで、まあ数字内容を見るとまちまちの結果かなという感じですよね。あとはフォワードルッキング6ヶ月先の予想なんですが、こちらはむしろ 23.1 からマイナス 0.9、ニューオーダーが 19.4 から 4.6 で、シップメントも 15.2 から 10.8 ということで、6ヶ月先の製造業の減速が結構このデータからは見て取れてまして、やはり来年の春以降、フェドウォッチなんかでも利下げするっていう予想が出てるっていうのはこんな感じで、やっぱり来年はさすがに製造業もサービス業も景気減速するんじゃないかっていう、そのような予想が経営者にも出てきてるようですね。まあただ昨日に関してはノーマークのこのニューヨーク連銀が良かったんで、まあ、それもアメリカの長期金利上昇させる材料になりました。で、2年債 4.817 から 4.916、10年債 4.441 から 4.537、30年債 4.621 から 4.697 ということで、いずれも長期金利が上昇ということで、10年債の利回りを見ると、まあ、こんな感じで、ここですね。これは債券先物なんで、まあ、これ逆相関になるってことはお分かりいただけると思うんですけど、まあ、昨日は前日、CPI で 4.6 から 4.45 まで落ちた分 4.55 まで、まあ、半分ぐらい戻して、まあ、若干引けにかけてはこう低下する局面もあったんですけど、長期金利の上昇が一服したっていうところでしたね。まあ、それを受けてドルインデックスなんかも昨日は上昇したっていうことで、今も直近も上昇してますけど、ドルがむしろ堅調になっていますよね。うん。あとは、ポンドなんですが、ポンド昨日ここなんですが、ポンドも CPI が低下したんで、ここを見ていただけて分かるように下落したということで、1.25 付近から今また 1.24 割れて落ちてきてますよね。ドル買い。ここは今日のところなんですが、英国の CPI は前月比 0.5 から 0%、予想 0.1、前年比 6.7 から 4.6、予想 4.8、コア CPI が 0.5 から 0.3 前月比、予想 0.4、前年比 6.1 から 5.7、予想 5.8 ということで、英国もまあ着々と物価の上昇が低下といって、それでもまだ 5% とか 4% なわけなんですけど、まあ低下してきているところかなというところですね。はい、そんな感じで昨日はアメリカの株価上昇してたんですが、ダウが160ドル高、ナスダックが、0.07%、SP500 が 0.16%、ラッセルが 0.17% って上昇したんですが、まあ、今日ちょっと日経平均先物一時 33,620 円まで上昇した後は、今直近は 33,235 円まで下落してきてるんで、ちょっと東京市場株価が、冴えない展開になってるかなということですね。昨日フィア&グリードインデックスは47から53ということで、楽観度が増しているというところでしたね。昨日の、まあ、ちょっともうあれブルームバーグの朝の5本なんですが、まあ、こんな感じでAPEC ので米中首脳会談が行われましたと。でお互いに、まあ競争はいいけど対立はやめようねみたいな、一応そういう玉虫色の方向性を打ち出した感じはしました。で、あと PPI に関しては2020年以来の低下幅になりましたよというところですよね。あと小売りの方もここで出ていますように、予想ほど落ち込みませんでしたっていうところが、先ほどお話ししたように金利の上昇を促した。家具と自動車ディーラーが減少が目立ったということで、パーソナルケアと食料品店は増加したということで、さっき言ったコントロールグループですよね。 GDP の算出に用いるものは 0.2% っていう、まずまずでしたというところですね。あとイーロン・マスクさん、スターリンク早ければ2024年後半に IPO するっていう、まあどれだけもういいでしょうお金はみたいな感じなんですけど、まあ起業家ということで新しいものをこう作っていくのが好きなんでしょうね。うん、あとは先ほど、今日は、オーストラリアの雇用統計が発表されました。で雇用者数が前月の 7,800 人から 55,000 人に増加、予想2万人だったんで、これ強い数字でしたよね。フルタイム雇用も前回は 36,000 人減少だったのが 17,000 人増加ということですね。でただ失業率は 3.6 から 3.7% に上昇ということで、まあ、これを受けて5ドルちょっと上昇する局面もここあったんですけど、やっぱりさっき言ったようにちょっと今日はドル高が進んでるんで、全般的に上昇した、ドル売りの流れで上昇した通貨は下落しているところですね。まあ、ユーロドルも 1.08 台後半から 1.08 台前半にこう下落しているというところで、ただ黒線に関しては、やっぱり円売りが続いているということで、ユーロ円、まあ、下落したんですけどちょっと高止まり、ドル円が戻しましたよね。一時昨日は150円丸5ぐらいまで下落したんですが、その後は上昇して151円40まで行って、朝方151円の10ぐらいまで行ったんですが、またちょっと30ぐらいまで上昇しているということで、ちょっと今アジア市場に入ってドル高になっているという流れになっています。ただ、まあ、黒線は強いですよね。まあ、高止まりしているということで、まあ、ちょっとポンド円なんか落ちてきましたね。5ドル円も落ちてきているというところで、ちょっとなんか黒線もまちまちな動きになってますね。はい。そんな感じで、まあ、ドル円がやっぱりまだ150円は重くて、かといって152円は抜けなくてという、まあ、その間のレンジの動きが続いている感じですよね。はい。そんな感じでございます。あとは今日は、そうですね、新規失業保険申請件数とか、あと輸出入物価ですね、アメリカですね、あとフィラデルフィア連銀、製造業景気指数、まあ、ニューヨーク連銀に続いて今度はフィラデルフィアがありますし、鉱工業生産があるということで、あとは、ウォーラー理事の発言であるとか、まあ、住宅市場指数も出ますね。デギンドス ECB 副総裁の発言とか、ラガルトさんも、発言しますよね。まあ、そこら辺の米欧の当局者の話なんかと米国仕様ということで、まあ、そこら辺に注目したいかなというところでございます。まあ、総じて前日の CPI で、長期金利の低下、ドルの下落に対するちょっと返しが出てるのかなということで、やっぱりすぐにね、これでもうインフレ終わって、すぐに長期金利がすごく低下してドル安っていうよりは、まあ、レンジの中で徐々に本当に物価が下がるのであれば、長期金利が徐々に切り下げていく、まあ、戻りもあってドルもそれに沿って、下落するんだけど戻りもありのっていう、まあ、そんな感じの印象を昨日今日で、受けましたねという感じだったと思います。はい、ということで、今日はちょっと遅くなってしまいまして、別に寝坊したわけではないんですが、ちょっといろいろトラブルがあったっていうところですよね。あとはちょっと CPI、PPI と連日でちょっとライブやらさせていただいたんですけど、やっぱりライブやるとね、皆さんとチャットでね、いろいろお話できるっていう、まあそこら辺が面白いかなと。あといろいろ質問で僕が気づいてないこととか、あ、そこら辺がちょっと疑問に思ってらっしゃるんだな、みたいな。ちょっとね、僕が疑問に思ってないことでも、視聴者の皆さん疑問に思ってることってあると思うんですよね。まあそこら辺もちょっとなんかコメント欄にぶち込んでいただければ、また、YouTube のネタにもなりますんで、まあそんな感じで、お互い双方向でね、インタラクティブで続けさせていただけると、なんかすげえ楽しい YouTube もできそうなんで、まあ一人でね、今画面に向かって一人で喋ってると、ちょっと寂しい気もするんで、まあそういう意味ではたまにライブやると、すごく楽しいんで、またライブやりますので、その時はよろしくお願いします。ということです。